これです、はい、はい、チラトリササミ肉、まあ、もう準備は整ったんで仕留めに行きましょう。川の主を、川の主、ちょっと揉みほぐしてみます。匂いが出るように。お、かかった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 、やばいやばいやばい、引き強い引き強い引き強い、あ、痛い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 、これ結構痛いんですけど、やられてしまう、痛い手震えてるフィッシングギャング、あつさ、フィッシングギャングのあずさです。今日はですね、とある川に来ています。先日ですね、あの大口鯉を狙ってポイント開拓をしている中でですね、とある生き物のとんでもないサイズを見つけてしまって、それをなんとか釣りたいなと思って今回はやってきました。そのターゲットはズバリ手長エビです。そのサイズがですね、もう本当にでかくて、なんだこれっていうぐらいでかい手長エビを見つけたので、釣りで狙っていきたいと思います。で、今回使用する餌がこちらですね、チュラ鶏ささみ肉です。鶏肉自体やっぱり川ではよく釣れるので、まあ、今までうなぎとかで、あのオクチュウゴイも結構鶏肉とかよく食べるので、川の生き物は反応がいいなっていう感じで、今回はこのささみを選びました。で、今回は、タックルを2つ持ってきています。こういう感じでタックル2つあって、1つは、手長エビを狙う仕掛けで、今回はこういった当たり浮きというのを使って、手長エビを狙っていきます。はい、まあ、目で見ても分かるんですけど、エビってこう餌を捕まえて根に返っていく習性があるので、浮きがないと見えなくなっちゃうので、今回は浮きをつけて狙います。で、もう一つのタックルがですね、こういう感じで、これエビをおびき寄せるタックルです。で、先ほどですね、ダイソーで買ってきました。こちらは本来ボールペンとかを入れるペンケースなんですけど、これの中にささみ肉を入れて、匂いを出してエビをおびき寄せたいと思います。で、そこにこう集まってきたエビを、あの浮きをつけて狙うっていう感じで、やってみます。はい、まあ、とりあえずやってみますか。はい、じゃ、そのポイントまでちょっと行ってみましょう。はい、じゃ、餌を入れていきます。ちょっと揉みほぐしてみます。匂いが出るように。うわ、すごい脂が折れそうなぐらい重で、あっち映ります。来ないっすね。下流に行ったかな。あ、本当だ。何あれ、ちょっと映してもらっていいですか。パクパクして水面波ないっすよ。なんかこの穴の中ですか。やばい、タウナギですよ。タウナギ、結構珍しいやつ。あんま大きくならなくて、目がすごいちっちゃいウナギ。釣ったことは一回もないっす。ちょっと狙ってみましょうかね。釣ったことないやつはちょっと行きたいっすね。切られそうだな。もう穴の中に入ってるってことは結構強引に出さないといけないですよね。絶対これ食ったら中にバックしますよね。鶏肉つけてみます。口ちっちゃいですか。いや、結構大きそうですか。結構大きいと思う。竿で届くかな。まずいきますよ。お、中に入っていった。食わないっすね。まさかの、まさかの食わないパターンか。ちょっと上流に登っていきたいと思います。普通のエビ釣りってこういうタナゴ針とか使うと思うんですけど、サイズがでかいんで赤虫針の3号とか 2.5、 これでやっていきます。 2.5 からやってみるか。とりあえず糸が 0.4 号なんで細いんですよ、めちゃくちゃ。でも多分思うんですけど、エビって結構
こう釣り人からプレッシャーかかったとしても食い直してくるイメージはあるっす、うん、魚みたいになんか覚えなくてすぐ忘れちゃうっていうイメージがあるっす。カニとかと一緒だったら浮きとサルカンと針だけで、サルカンが重りの代わりなので、じゃあ早速鶏肉これをつけます。つけました。これをちょっとエビの前に持っていきます。釣れるかな。開けますね、ちょっと早く合わせた方がいいかもしれないですね、うん、正直言って網で捕まえた方が早いじゃないですか、はい、だけどそこをあえて釣るってのが楽しいんですよ、うん、釣り人なんでここはもうこだわっていきましょう。じゃあ第2ラウンド、ちょっと針のサイズを上げました。さっきは針数が 0.45 だったんですけど、はい、次は 0.65 にしてやっていきます。っていうか花が良すぎじゃないですか。そうですね、着水してすぐ寄ってきましたよ。うなぎより花がいい。ほら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 反応してる、うん、魚だったら2匹で取り合ったら結構熱い展開じゃないですか。エビもあるのかもしれないですね、もしかしたら。ちょっと上流側に置いとこ。OK、漂わせる。でも花がいいから来ると思うんですよね。もうちょい目の前持っていくか。見えます？さあ来い。気づいた気づいた。お、取った。くた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 。え、浮きが走ってます。行きます。あー、どうしよう、いつ合わせますか。切られるの嫌っすもんね。一回あ当ててみますか。はい、あ、離した。むずー。これかからんパターンか。あ、でも探してる。やば、これ何回でもチャンスあるパターンだ。お、すげえすげえすげえ。やる気やる気。あ、食った。何を探してるんだ。浮きまで行こうとします。浮きまで行こうとしますね。すごい激アツ展開。何がしたいんだこいつ。食べたいんじゃないですか。掴んでる浮きを。うわ、やば。お、かかった。来た。よし。やばい。引き強い。待って、引き強い。ドラグ出る。エビにドラグ出される。やったー、釣れた。でっかー。でかい。でかいぞ、これ。やったぞ。ちゃんと口にかかってる、見てください。見てください、ちゃんと口にかかってる。どこ。待って。やばい、こいつ挟まれて痛いんですよ。ほら、口にかかってる。来たー。完璧。でけえよ、これ。これでけえよ。こいつ、痛い。挟まれちゃう。痛い。めっちゃ痛い。手長指意外と痛いんですよね。いって。やりました。指の引きじゃなかったっす。じゃあ、リリースします。はい、OK、ありがとう。よっ。OK。来ました。てか普通のあいつまた来そうじゃないですか。来そう。ちょっともう一匹のあの
ボスも狙ってみますか。狙いましょう。意外と難しいっすね。なんか送りすぎたら切られるってことですもんね、で早すぎたら針が刺さらないっていう。もういっちゃってます。お、まさかのスルーか。ちょっと警戒したかな、さすがに。はい。お、いい場所行った。これはくれでしょ。見えます。はい。お、いい感じ。いい感じ。口元に行け。お、口元行った。口元行った。手で持ってる。あ、今行ったですか。どうしましょう。ちょっと口見えないんで。合わせてみますか。まだ早いけど。はい。はい、あ、ダメだったー。もう一丁。まだいけそうっすね。はい。ちょっとやる気出してる。お、あ、てな。やばい。焦ってしまう。なんかほぐしてる。やめろやめろ、ほぐすな、やめろ。お、いってるんじゃないですか。お、口に入ってますね。しかも浮き沈んでますよね。はい。よっしゃ、来た来た来た。あ、バレた。くそー。あいつさっきよりでかいじゃないですか。手長くないですか。やべー、さっきからあいつに餌付けしてますよ。やばい、あいつ釣りたいっすね。はい。ちょっと燃えてきたな。あれでけえわ。だって手の大きさ見てください。やばいっすよ。やばいっすよね。あいつ多分好きでささみ食ってますよ、うん、筋肉質だから。針2本ぐらいつけたいっすね。なんか綺麗に針先が上向いてないとかからない気がする。だから下向いてる時にフッキングしたら抜けてるんですよね。よし、もう一丁。でもこいつまだいけそうだな。さあ来い。お、また違うの来た。ほら、上に。警戒してる。本当だ。ってことはあの子忘れた、もしかして。お、フレッシュ君が来た。フレッシュ君狙おうかな。待って、想像してたよりだいぶ楽しいんですけど。さあ来い、さあ来い。気づけ。お、気づいた。前に来い、前に来い。ああ、流れがある。もう一丁打ち直すか。よっ、よし、この辺だろ。なんか UFO キャッチャーしてるみたい。え、警戒してる。あ、なるほど。多分今新しく来たやつは攻められるの嫌なタイプなんですよ。だからその自分から追いたいタイプだから恋愛あの餌置いて向こうから来てもらった方がいいんですよ。ああいうタイプはもう自分から近寄らない方がいいです。ちょっと離れた場所に置いて、あの待ってた方がいいです。ほら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 、ちょっと見てる。今この川の流れが上から下じゃないですか。だからエビより上に打った方が匂いが下流に流れていくんで、うん、いい気がしますね。さあどう出るか、逃げるか来るか。てかアベレージサイズでかすぎないっすか。でかすぎっす全部でかい。あ、来た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 。あー、お願い、右には行かないで、回ってこい。左や。大きいのか、大きいのか喧嘩してる。大きいのとちっちゃいのか喧嘩してる。やっぱいい場所入りたくて。起こしてる、起こしてる。うわっ、危ない、気づいてない。
上転がってるだけ。あ、来た。すごいすんだよ。あ、来たか。針取れたかもしかして。すげえ。天才すぎる。お、お、針も行ってくれた。うわ、マジか。針からちょっとついてる肉もこうやって外して食べてポイって捨てやってます。非常にレベルが高い。レベル高いのか低いのか分からないでも楽しい。ちょっと反応が悪くなったのでさらに上流に移動したいと思います。ここはまあ警察使いますか。ちょっと濁って見えないんで。よし。え、めっちゃでかい、めっちゃでかい、やばっ。いじってるいじってる、やばい。でかくないですかこれ。でかいっすね。これでかい。さっきより全然でかい。釣りましょう。あの蒔絵の近くに置いときますね。いい場所行った。結構極めたらルアーでも釣れそうじゃないですか。結構波動に反応してる気がするんですよ、はい、こうなんか近くでこう餌動かしたら触覚がこう反応して、はい、直角でこうやってトン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 って叩いて寄っていってる感じするんですよ。匂いもやっぱあるんですけど、極めたらルアーでいけそうな気がします。まあ、極めようと思わないですけど。わかんねえ、はい、歩いてくれたらわかるんですけどね。え、動かさないでくださいね。そこにちょうどいる。え、マジっすか。激めちゃめちゃでかい。右っすか。いや、もう口の前に浮きがある。あ、本当ですか。食ってんのかな。食ってそうじゃないですか。なんかこの渦に巻かれなくなってないですか、浮きが。ちょっと引っ張ってみますか、気持ち。あ、食ってるかも、食ってるかも。動かない。もしかしたら食ってるかも。食ってる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 。はあ、いつ行けばいいか分かんない。来た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 。あ、バレた。でかかった。さっきのやつですね。くっそー。は、切れた。あ、切れてる。手長エビに1日2回切られるって僕ぐらいじゃないですか。じゃあ針かかってたんだ。ちょっと見えないか。見える。切られてます。はあ、ってことはあのここの主はもう食ってくれないかも。ちょっと太いのにやっぱ買いますね、はい、あんなでかいのいると思わなかったっすね。やば、こんなにあたりあるのに1匹しか釣ってないっすよ。うわ、2匹いる。あ、3匹。え、でっか。やばいやばいやばい。あ、逃げた。これ見えます、ね、めっちゃでかい。しかも2匹いるんですよ。でっか。2匹いる。上に、横にもいるの分かります。2匹。来た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 。食った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 食いました。来た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 。あ、バレた。うわー、パワーファイトしすぎた。待って、めっちゃ引き強かったっす。これが、こっち、こいつの方がでかいっすね。ドラグ緩めんとかんと同じでやられるの。かかってる。でも外れんねん。あ、外れた。あ、地面に張り付かれた。おお。
水出てきた。また入っていた。終わるよ。いた。よし。くそ目に、バレた。タモが欲しい。タモ入れたいぐらい。もう網で捕まえたくなる。あえて釣るってのが楽しいんすよ。釣り人なんで。はい、行きましょう。ちょっと同じやつ叩きすぎたか。絶対ハブ入れた。楽園。でかいのいる。楽園。めちゃくちゃいい。目の前にもでかいのですよ。手がないけどめっちゃでかい。ほら。スーパーハミピーだ。いや、怒ってる、こいつ。結構あれな、こっち筋力高いんだ。来たわ。食った。手がないから、苦戦した。はい、下乗った。おーおーおー、ドラグ出る。潜られた。潜られた。外れた。くそー。はぁ、目に入るっていうか、ただの枝なんですけど、目に入られる感覚ですよ。やばい。こっちの壁際から引き波上げて降りてきてる。3匹いる。引き波でかい。エビが引き波上げてきてるんですか。エビって引き波上げるんですね。降りてきてます。どこ行った。しゃくった。浮き沈んだ。お、もぐもぐ中。もぐもぐしてます。行きます。はい、乗った。やばい、ネズレする。よし。おー、いける。いける。抜き上げるぞ。抜き上げる。よっしゃー。綺麗にかかってた。おー。やったー。さっきと同じくらいか。同じくらいですよ。これでも、はい、この大きさで、はい、中ぐらいですからね。マジっすか。十分でかいっすけど。でかいっすけどね。見てくださいこれ。やばい。やばいよこれ。めっちゃ怒ってますもん。痛い。これ結構痛いんすよ。痛いんだけどちょっとやられてしまう。痛い。手震えてる。痛い。見えてんのかなっていうぐらい。やられたいんですね。そう、ちょっと魚に対してド M になっちゃう。OK、外れました。はい、やりました。イエイ。よし、こんな感じ。でけえ。だってもう手合わせたら20センチ超えてますもんね。うん、こんなもんすもん。めっちゃでかいですよ。長っ。この手です。じゃあ逃がしてあげますか。おぴょーん。ここにも。いや楽しい。もう満足だけど、あと一匹釣る。ちょっと分かってきた。中途半端に合わせるよりはもう一か八かちょっと強めに合わせた方がいいなと思います。あ、こいつ一回逃げられたやつじゃないですか。あ、どこにもしてる。手がないやつですよね。お、食べそう。お、取りたいのか嫌がってるのか分かんねえ。どっち見たそうに見えるけど。よし、行った。出て。おうおうおう。行きます。行きます？はい。よし、ほら。ちょっと強めに合わせた。おうおうおう。ほら。よし、でっか。でかい。手がないけどでかい。これリベンジですよ。本当だ。さっき逃げられたやつ。今日一日でだいぶ上手くなりました。ある程度強めに合わせ。
聞き合わせじゃなくて、はい、トンって言った方がいいっすね。イエーイ、やりました。でかいっすね、やっぱさっきより。うわ、よし、OK、じゃあ逃がします。はい、でっけえ、見てください。ブラックタイガーよりでかいっすよ。お疲れ様でした。釣れましたね。いやもうアベリーサイズがでかくて、正直こんなに釣れると思わなかったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。でまあこの川の主というか、あの中間域にいたやっぱ切られたあのでかいやつがやっぱボスだったと思うんで、あの子はちょっとまたリベンジしたいなと思います。でも本当にこうやってなんか手長エビに糸が噛みちぎられたりとか、そんなこともちょっと今日初めての経験だったので面白かったです。機会があったらこういうちょっと手頃な釣りで遊びたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。 Fishing Gang, Atsusa